こんにちは、ハイエンドです。チームデスマッチで MP7 を使ってプレイしていきます。まあね、HK416 とかの方が強いと思うんだけどね。やっぱ好きな銃で勝ちたいんでね。今回 MP7 で、まあ、ベストキルを取りに行きたいですね。ということで早速開始。でね、狭いとこが強いんでね、こういうとこでちょっと一呼吸置いてから出てきた敵をもう一人倒していく。で、二人倒してライフ4なんでちょっときついかやられてしまう。まあ、相手 AK ね。AK じゃない、HK416 なんでちょっときついかもしれないけど、証拠にもなくもう一回真ん中に入っていく。で、一人やって、もう一人やっていく。またライフが12。ああ、さっきと同じパターンですね。二人やって、一回死ぬみたいな。まあ、ということでちょっと今度左から行ってみますかね。おっと、敵が二人見えたぞ。で、爆弾飛んでくる。ちょっと危険だから、下がって。おっと、入られてる敵をサクッと落として、まだ中を見ていけますか。ちょっと思ったら味方が入ってるんでね、やめましょう。いないところを積極的に攻めていく。二人、ちょっときついか、これは。あっとやられてしまった。2対1で MP7 はさすがにきついか。さて、気を取りなし、上の敵を、なぜかヘッドショットしていく。ラッキーショットですね。で、真ん中。真ん中を通って、まあね、前も説明したと思うけど、デスマッチっていうのはね、適当に突っ込んでね、一点突破したら裏取って倒すっていうボナスゲームをね、こなして勝つっていうゲームなんでね、こうやってどんどん適当に突っ込んで、うおーっと奥の人一人やって、ああ、死んだ。もうダメだ、一方通行だ、このゲームは。いいんですよ、これでいいんですよ。適当に突っ込んでね、3、4人倒して死ねばね、このゲーム勝てるんで。こんな感じでやってみましょう。こっちがね、結構スナイパー見てることが多くて大変なんだよね。で、一人やって、もう一人、いるかな？あー、やれた！ MP7 ヘビーにやられる。27対40で今勝ってますね。これね、120キルで10分なんでちょっと短いんですけど。で、真ん中入っていく。おっと、一人やっていく。で、奥の人、ちょっとやべえな、遠い。この距離はね、MP7 きついんですよね。ちょっと遠すぎて当たらないと思うんで。一回、一呼吸置いて、一人やって、もう一人やっていく。ライフは4だ。これちょっときついか。ダメージちょっと当てて、死んでいこうかなと思ったけど、味方がね、後ろから来てるんで、ちょっと任せて、私は上から入っていきましょうか。上から入って、ここかな？こここそ、ADS 使わないとダメなんだけど。俺は飛び込む。飛び込んで、あー、惜しい。一人ぐらいね、やれたらよかったんですけどね。まあ、どんどん突っ込んでいきますよ。右の方が熱いな。真ん中取って。おっと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 、びっくりした。で、一人やって、真ん中を突っ込んで、いた、あいつを、あー、マジか。あれ勝てなかったか。まあ、いいや。まだまだ全然余裕あるんでね。いけますね。71対54って。上に敵がいるんで、あいつをサクッと落として。で、真ん中。おっと、負けだ。これは悔しいが、相手は AK12 だ。AK12 とね、正面で打ち合うとちょっと分が悪いけど、そこ気合でなんとかしていきたい。上行きましょう。上の一人やって、もう一人、ダブルキルして、で、もうここはもう飛び降りていくしかない。飛び降りて、裏向いて、で、おそらくここから敵が出てくるのをサクッと倒していく。奥の一人、ちょっと弾が遠いと当たらないが、ハンドガンに持ち替えてもダメだった。で、ターの21ね。あ、強い武器っすね。もっと味方、いいっすね。これは勝てるかな？ちょっとこっちの勢いの方が強いですね。味方も強いんでね、助かりますね。俺はもうね、今ちょっと ADS 使ったんだけどね、この距離は ADS 使って撃った方が当たりますね。敵が多いんで一回降りて、真ん中を攻めていきましょう。ここ、多分敵が出てくるんで。おっと、奥か。ちょっときついな。入ってこねえかな。入ってきた。一人やって、奥のやつもやっていく。さっきちょっとダメージ与えたやつかな。リロードして一人。んで、もう一人やって。やれるか。やれ、お、なんとかやれた。ハンドガン持ち替えて。遠くの敵はね、ハンドガンの方がね、良かったりするんだよね。MP7 じゃ全然当たんないからね。で、これも勝ちですね。この勢いはもう、負けることを知らない勢いだ。味方はやっぱ強いですね。風に乗ってますね。適当にもうジャンプ、置いて !8 だ！もうこれはもう進むしかない。飛んでいくがやられてしまう。サクッと AK12 にやられてしまう。おっと？
終了か。勝ちですね。さて、スコアの方、ベストキルは取れたか、どうか。やっぱね、好きな銃でね、こんだけ暴れられると楽しいですね。気持ちいいです。ということで、あ、ベストキル取れてますね。キル取ってんのに、なんかスコア2なんですけど。ああ、味方の1位がアシストが多くてポイント取ってんのかな。まあいいや、やっぱ楽しいっすね。MP7 も全然使えるんで試してみてください。以上です。